約8年間出演していた朝の情報番組を降板することを表明した新井恵理那。連番に卒業したように見える新井アナ。しかし内情は違うようで、関係者によると実は番組側が新井アナの復帰を拒んだとも言われている。加えて子育てをしているので昼夜逆転ではなく夕方の番組にキャスティングする話も出たそうだが、それも現場が嫌がったんだとか。その裏には新井のバットな振る舞いがあったという。出演し始めた頃には全員に愛想を振りまいていたが、次第に現場スタッフに不機嫌に接するようになっていった。偉い人には愛想がいいのに、若手から挨拶されても返さないことも。ただ同情するべき点もあった。だんだん人気が出て他の番組への出演も増えた中で、毎朝の生放送をこなすのは相当大変だったはず。徐々に余裕がなくなってしまったんでしょう。